うなむらアリンクリン、うななびアイビー、Naomi アイビー、もうどうしよう、よ <laughs> 今日,今日<う>なんかちょっとちょっとだけハプニングがありまして、もうちょっとどころじゃないさ、もう,もうどうしよう本当にすみません、<laughs> なんかちょっとねバタバタしちゃってすみません、<laughs> すみませんね本当にありがとうあなたの声が今流れたから。<laughs> 放送事故を起こさなくて済みましたもういつもおっちょこちょいの直美でございますうななびやえび直美やえび怖い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 あのですねこれあこっちだよこっちを流せばよかったんだけどようなような BGM だからねゆっくり流そうねうり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 深呼吸していきましたね <laughs> はい この音楽聴くと、あ、あはい安心しましたね。うん、安心。じゃあ、<ー>スタートです、ねあ。ありがとうございます。素敵なお声でフォローしてくださってありがとうございます。はいたい。こすうよ。ちゅうがなびら。うんなむらありんくりん。うんななびやいび。なおみやいび。じちえよ。まあ、あのー、 9月のほら18日が、えー、と語呂合わせでね「島クトゥバの日」っていうことでね、うん、あの新聞この新聞そ,れそしてあのローカルのラジオテレビそれもずっとこれに向けてね肩やびら島クトゥバっていうことでね、うん、えーとこれは9月の20日おとといですねコンベンションの方でも。 シマクトカタヤビラ大会というのも行われてまたそれに対するね、えー、今日記事とかがねいっぱい載ってましたけれどもシマクトゥバっていうのほらでもねなんか違うわけこれは受け売りなんですけれども、ええ、あの2009年にねこのユネスコにより絶滅危機、えー、言葉言語っていうことでね、うん、あの指定されているんですね。うん、この 島が、ねうん、でこの「島くつば」の中には細かく分けたらいろいろあるんでしょうけれども、ええ、大きく分けてね奄美語、うん、国神語沖縄語で宮古語<ぁ>八重山語与那国語っていうことでね1234566に大きく分類されるんですよ。<ぁ>うん、で私たちが普通にこう「ええ、内口って言ってるさね、ええうん。これはあのー 沖縄の言葉全部をこの6つを指して言うんではなく「うん、内納口」っていうのは中南部を中心とした沖縄語を意味する言葉らしいのね、うん、だから「うんちゅな内納口しゃべらないのか?」っていうような話はまた違ってるわけさ。宮古、うん、の人には「宮古語」っていうのがあるから、うん、やっぱりあの内納の口っていうのは沖縄中南部のこのこと沖縄語。 これを指してるっていうことでね、はいろいろね、もうわからないことがね、いっぱいなんですよ。うん、で、本当にね、そのしまくとば。これはなくしちゃいけないと思って、うん、最近はほら、あの八重山の言葉とか、宮古の言葉とかも。あの民謡を通じたりとかね。そうですね。うん、で、奄美の方も、あのラジオでね、うん、あの、なんていうの、えっと、民謡。えー、流したりとかっていうことで、少しずつ、少しずつ、こう耳慣れしてきてるんだけれども。うん

都の人、ごめんなさいね、いあもうここに隣にいらっしゃるね、うん、姉さんはね、足りん足りん。<laughs> <laughs> もう、もう、次の話が出ないさ、もう、もうちょっと笑,笑ってて、ちょっとみっともないから、うん流そうね、<laughs> もう最初っから。<laughs> 暴走しております、本日の運河村、アリ・クリンでございますが、もう、あの、最後までね、聞いてくださることをお願いして、せーの。うと。<laughs> ほらね石の素数が取れてないから <laughs> 久しぶりにこの姉さん来てるから石の素数取れてないさ <laughs> もうはいミュージックいきましょうね <laughs> It's my パー r t ー はい、いつまえパリでございまーした。えー、っとですね、いつもは第2コーナーのところで、えー、今日のゲストということでね紹介するんですけれども、うんと今日はもう話の中にもうすでに入ってきているものですから、<laughs> <laughs> もう早めに紹介したいと思います。いつもの方でございますけれども、はい、は <laughs> いタイムねーさん、三、はい。 入ったいねえさんおいよそっそいゆうびのサングウィングんんヌクトンの犬クトラワンにはきらんのうそっそいじちえよくぬめよわねうんふれあい体験学習センターウィンなでくみうどい インチちゃん <laughs> <laughs> でまださこれかぶれているわけさもうあれさ見たらみんなこんなしゃべり方になるわけあみんなじゃない私だけかな <laughs> それでもうこんなしゃべり方してますけれども「中のうちゃくさのまた一平ちらかぎやいびん <laughs> 久々や刃」「刃」「し」「ドゥヌの王子」の文字 びびラジオのの向こうの人よ <laughs> ごめんなさい、ね。リ <laughs> タ <laughs> <laughs> また振りモンだよと思ってるかもしれないけど <laughs> でも本当でもね、うん、今回ルミコさんはあの二度敵打ちねこの前ねあ,、はい、あったんですけどこれ見てないさねなんで,ね何で来なかったのって聞いたら <laughs> この時お葬式がいっぱい入ってて残念でしたね,本当にね残念でしたねやっぱり花屋は花塾がいっぱいでお葬式が入るとまたね葬儀場に飾る花を心を込めて、うん いっぱい作らないといけないというそういう宿命でございまして生まれた時も万歳だけど亡くなった時にはご苦労さんっていう,、うんそ,うね、そういう気持ちだよね、えーはい、だから本当に花屋の仕事っていうのはねあのー、うん命をいただいた時から墓場まやいびん,、うん、携わる。 本お仕事だと、<laughs> ナオミナビは尊敬しておりますけれども、<laughs> このこじつけを <laughs> <laughs>、ね。ということで、まあ、本当にお組織がいっぱいあって、いけないということで、とても残念がってたんだけど、私はね、あの見てきた。で、やっぱりね、くみうど、ん、イ最高、本当に最高。うん、であの、毎回毎回ね、もうしてますが、方言、私も聞いてるだけではわからん、見てるだけではわからん。でも両サイドに あの字幕がしっかりできるあの出てるし意味がわかるしねそれで,、うん、でその前の解説がまた漫才仕立てでやるわけさ、うん、あやっぱり前回とは踊り手がちょっと違っていたんですか、うん、多少は変わりました、うん、あの違いましたねこの前も、うん、男性オンリーだったんですけれども今回もね男性オンリーなだったんですよ<ー>だからもう男性の方が女性の格好をして。 であの踊ったりとかね、そういったのあったんですけれども、で実はまた後でね、広、え、報、ー、しようかなと思ってますけれども、えー、あの12月の13日、これもまた土曜日なんですけれども、はい、今度は花ういの縁っていうかね、<ー>これがまた行われるんですね。うん、で、これが今度は女性ばっかり、華やかですね、またね、そうなんですよ、女性ばっかりでね、あの演目されますね。でこれはあの昔は昔ほら この組むるいに出られる資格があるのっていうのはもうとにかく第一番に男性っていうことだったんだけどあの昔のほら昔のじゃない今の宝塚みたいに全部ほら女性じゃないですかそれの男版そんなことだったらしいんですけれどもでもやっぱりあのこの沖縄のねこの文化を。 こうやっぱり裾野広く広げていくためにでまたこれを継承していく人数っていうか人々が少なくなってきたので、うん、やっぱり女性の力も借りながらそして俺はあの沖縄ね、うん、芸大ができましたよね、ええ、そういったことをきっかけに女性もそういうふうに組みをど に参加してってていう風なな流れになってますねぱり国踊りは,い、はあのやっぱりこれもユネスコですけれども、うん、あの無形、えー、と遺産っていうことで指定されてますのでねやっぱり力を込めて愛を込めて、うん、くくる組みィやっぱりつなげて。皆さんの踊りはもううっとりしますよね。 すごいすごいすごい本当にすごい、うん、軸が全然ずれなくてもうう素晴らしいんですよね、うん、ただ今回さ、うん、男性全部男性だったんですけれども、うん、女性を踊りするこの男性の方がよまた売りがまたシニマギが踊ってたわけ <laughs> <laughs> 時々微妙な方もいらっしゃいますね確かにね腰を落としてうん、うん、あのしっかりこんな感じでね女性らしさを出してね手もしなやかにね、うん、踊ってたんですけれども マギなぐやっそうよーと思って見ておりました。<laughs> それかね、お笑いに近い方もいらっしゃいます。<laughs> え、ごめんなさいね。そんなイったらダメよ。はい。でもね、男性の中でもね、あのち割とね、小柄な方いらっしゃるはずなのに、よりによ短いマギー選んでまた女性踊りさせてたからさ、うん、あの見応えはありましたけれども。<laughs> もういいや,やっぱり女性の中にも大きい方はいらっしゃるからねかあ <laughs> の和田明子さんみたいだったんですよね,ちょっとね和田明子さんが竜母踊ってるような感じでしたね、はい、でもあの腰のしなやかさあの手のしなやかさあ,<ー>あれはね、うん、私たち女性でもこの真似できないぐらいのねこう美しいこうしなやかなね。うんえー 揺れる波をね表してるような感じがしてね、うん、こんなあ手前の方にこんな怖いしてマジロ怖いやった時には <laughs> カモンカモンやってるみたいでね <laughs> いいいいヤンベイやいやいだった <laughs> やいびん <laughs> やいびんってあのや,やいびって今現在聞だから加工系はなんていうのかなと思った時に<ー>もう方言よ <laughs> アウト <laughs> アウトだね。 まあそういうことで第2ラウンドであの龍花紹介いきたいと思いますえルミちゃん入ってきたらこんななるからよしっちゃかもちゃかああこれでああ失礼しましたいやいやでもあなたがいるからこそはいお笑いカンティ今日も1時間過ごせると思います皆さん最後まで聞いてちょうだい怒らないでくださいね本当に花江のルミ子今日はねあの 楽しいこといっぱいお話ししますよ。第1回目のね。コマーシャル行きましょうね。はーい。 <laughs> えっとね、十二月の十三日にこの第三回ね、うんなでクミュードいこれが計画されてます。うん、えっとこの時の演目が花舞いの演ですね。でこの三回目のこの時にはもう女性オンリーでするので。うん まあ、こういうふうにパンフレット見ててもね、わかるかと思いますけれども。うん、花売りがね、こういうふうに花がさかぶってこう出てくるのかな。綺麗ですよね。うん、女性は女性でね、また、そのしなやかな。その立ち姿。っていうのを、また期待してるんですけれども。あの、今回ね、私正直に申し上げます。あの、土曜日だったっていうこともあってか、なんかね。うんええ、お席がね、結構空いていたので。とっても残念だなと思ったんですね。うん、本当にもう見た時には、もう感激もしたんですよ、うん、私。で、その。 なんていうのこの芸大のね OB の方々がこの組ミをもう一生懸命。 この継承していくっていうことでね、えー、あの頑張ってる姿も本当にあの心を打つものがあったものですから、うん、この12月の13日も土曜日に当たるんですね。うん、だけれども今回ね私ちょっと営業してみようかなと思ってるんですよ。チャヤがチャヤがチャヤがってって、うんで、私こうやってねあのありがたいことに FM よみたいなね、うん、このステあのスタジオの方から皆さんにこういう風に広報させていただいてますけれども、まだまだね行き届かないところもあるので、えっ、ー、と今回は私のこの、うん 直接のこの口を口、うん、これとさ顔とね目でどうですかっていうことでちょっと切符を増やしてみようかなと思って、うんうん、でこの切符がですね前売りが1500円なんですね大人、うん、で当日は500円増しの2000円になるから、うんうん、やっぱりあの一日でも早く買ってで準備してで、うん、席が自由だから。 これも土曜日の午後2時から開演なんですけれども、もう早早ベアと言ってさ、いい席取ってね、であの字幕、これもしっかり読めるところのお席を取っていただいたら、うん、ああよかった来てよかった、組舞本当に素晴らしいってね、うん、感激すること。開場もなんかいいですよね。とってもいいですよ。えー、うん、あの見やすいあの段になっているから、うん、とっても見やすいし、その出演する方々のね表情もそうですね。うん 遠からず近からずっていう感じで、うん、あのすごく表情も読み取れるので最高やたんど <laughs> 今度は一緒に見に行きましょうねルミさんねさてえー、っと今週の竜歌紹介といきましょうルミ太鼓た,たたちゃん、ね、はい。今週の竜歌紹介<あれ> <laughs> ケーキ横ポンポンってんだったかんと OK! 平成20年第18回の流化大賞。テーマは女。この時にはね、ルミ子さん。はい、平成20年女村の尊敬100周年の。 記念で特別賞とかも、ね、設定された時うん、うん、年だったんですよだからもうあのテーマが「女」「女村」のいいところをね皆さんが本当に一生懸命読んでくださったんですけれども、ええ、今回はその1,400人応募作品の中から「えー、女村村生100周年」特別賞を受賞したこ、ね、読みたソ村のソ源メイさん。ええ こののさんん、ね、お名前、ね、よく出ますすそうなんですか、うん、私こう、えー、紹介させていただいてるんですけれども、うん、いつも、ね、こう上位の方に、ねうん、入ってらっしゃっててだからことあ今年の琉花大賞これも応募なさったかどうかなって、ねうん、楽しみにしてるんですけれどもね、えー、読谷村の古源聡明さんの「恩納村尊世」100周年特別賞を受賞した歌を、ね、読まさせていただきましょうね。 波火人しぬぎ、百年の歩み、避けて行く女、行くゆマリン。ね。まさに、うん、この百年の間にはいろんな波風があったんだろうけれども、うん、これをね、乗り越えてさ、で、さらにさらに未来に向かって栄えていく女、ね。うんね い,い,ね、いついつまでも、ね、っていうことでね、うん、本当に読谷村の古源さんですけれども女さ村のことをねこういうふうに読んでいただいて、うん、本当にありがとうニベ、うん、デビルっていう気持ちに、ねうん、なりますね,すねこれからもね私たち守っていきたいですね、うん、頑張ろうねはい、はいはい、さて同じく、えー、平成20年の、ね、年に選ばれた今度は奨励賞うるま市の前原武光さんこの方もお女さんをね 読んでくださってます。うんなだきかかる肩かわりの父にうむい立ちまさる運ぞがしがた。うんなだきかかる肩わりの父にうむい立ちまさる運ぞがしがた。この肩われを私どういう風に読んだらいいのかっていうのはちょっと迷いましたけれどもね。うん女だけにねあの。 月がかかっているわけなんですよ。うん、で、私が操作するのは満月なんですけれども、うん、この満月がこの女だけにさかかってさかかって、この片割れね、半分ね。うんうん、この半分の月に映し出される、あなたの立ち姿と。いう感じうん、うん。あなたの立ち姿。<え>そう、だから、これを呼んでるのは男性で。うんうん この女性がさ、うん、この月に、うん、月のこのシルエット月がここにあるでしょ、はい、そこにまた女の人が立ってて、うん、自分の思い人さでそれでこの何を思ってるかこの女性のね立ち姿が美しいんだよ、うん、後ろ姿ですかねそれとも前どちらだと思います私はね、うん、後姿を想像するんだな、うんうん、だなってさ この片割れの月にね思い立ちまさるんぞがしがただから何を思ってるんでしょうねあなたはっていうかねうん、うん、そういう風に思ってるってことは多分顔が見えないからうん、うん、そういう風にこの前原さんは想像すると思うんですね顔が見えてたら悲しんでいるとかうん、うん、笑っているとかっていうのが見えるから月の明かりに照らされてね、うん、あの悲しそうな顔してるけれども何を 思い悩んでいるんですかっていうような歌に変わるかと思うのね、うん、で笑っていたら何かがいいことがあったんですかっていう風なね、うん、また歌の雰囲気がね全然変わってくるかと思うんですけどやっぱりね,ですね見えない方が情緒があっていいですねやっぱりね。 そそれも言えるね。そうそうね。<laughs> 顔ね。う顔バッターの顔もあ <laughs> いやなんか、ね、<laughs> カメラに映されているわけさだからユー、うん、ストリーム見てる方は私たちのこのあ,<ー>あ、白髪のこの顔が見えるはずですけれどもルミちゃんはい、カメラに向かってピース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 っていうことなんだけれどもうん、私とっても情緒があってね、うん、素敵だなーって思ったんですね。なんかいいですよね。うん、後ろ姿っていうのがまたなんか素敵。うん、そうだよね。はい でまたこれがさ私がやっぱり想像するのはあのこの歌に関してはねナビではなくね村娘のね、ええ、ナビではなくあの海ナイビび、うん、をなんか想像するんですよ完封言っててこの綺麗、うん、な置物を着てねでその方がこう月をシルエットにしてこう、うん、そんな姿を想像するんですけれども、うんまあ、これを聴いている方もいろんな。 情景を想像するかと思うんですけれども、うん、でもさ386っていうね、うん、たった36のこの言葉のさ中でこれだけの情景を思い描かされる描かすことができるっていう流ってすごいよねそうですねんかね、うん、ゆったりとした時間さえも感じますよねなんかね。う詩人 <laughs> <laughs> そうですね。るみちゃんは時々、うん、あの芸術家になるからね時々よひちらではないたまにあの中田幸子にもあるしあそういえばさ最近さ中田幸子といえば最近の私のブームがね「あの直美ちゃん3号」って私はもう言うてるんですけれどもアンドロイドの「直美ちゃん3号」わかる何ですだめよだめだめっていうの <laughs> え<っ>知らない 知らないでしょう。うんアンドロイドのお笑いのお姉ちゃんたちが「ああはいはいはい」「みゆきちゃん今夜どうだい?」って言ったらアンドロイドが「ダメよダメダメ」って言うさあれあれあれねあれをねだから友達と会話しながらね「ダメよダメダメ」って言ったらその場がとってもウケるんだよそれでも本当ににさっさ無表情にそれを言うかどうかっていうのがさまたみそなんだけれどもね。 っていうところいろんなこと考えてる人がいますね本当にね。うん。まあ商売ですからね。仕事ですから。仕事。やっぱりね。いろんなこと考えないと大変ですやっぱりね。君はそこまで分析するか。レジャーさ。はいはい。ところでルミコさん。はい。最近はいいことありましたかね。最近ですか。最近ね。あ、そう。九月の十八日に私の最愛な息子。ほ の誕生日だったんです。二十歳です。二十歳。やっと一緒にお酒が飲めるね。公にね。あ、公にね。やんよや。ん隠れて飲んでるの、私知ってるもん。これを聞いてるよ。あの、良い子のみんな、真似しちゃダメだよ。そうです。そうよ。隠れて飲むんだよ。でもさ、本当、あの、隠れて飲むんだよって言ったらね、私も高校生の時によ。 みんな友達は女さんいるさね、うん、で石子通っててで集まる時には必ず女の浜だったわけ、うん、で浜で何が出てくるかって言ったらジュースじゃないわけよ何ですかそれ <laughs> ウイスキー <laughs> あの頃はよ、うん、サントリーのウイスキーっていうのがよそうですよブームだったんですわけ、うん これが出てくるわけさお金ない高校生何でどっからこんなお金持ってきてからに出るかねと思うぐらいでそれでね、うん、先生方も言ってた捕まらないように飲めって <laughs> 前はなんか公民館でよく飲んだりしたような気がする。<laughs> 公民館だったら警察来るでしょ。ダメダメか。ダメじゃない。ああ、そうそうです。でも上手くやってたんだねじゃあミちゃんちも。ああ、そう。先生が言ってた。あのセブンとかっていう。セブンね。ね。まただるまとかよ。あ、ダルマは昔からありましたかね。あっであと日課の角瓶とかさ。日課はね、もう大好き。ね。で今でもあるのかな。日課は最近あの人気者ですよ。 最近またほらハイボールとかねそういったことでねまた出るようになりましたけれどもねちょっと辛口なウイスキーなので大人の味。と酒飲みのレミちゃんは言うてますけれどもね明日はさお休みなんだけれども高級日何の日かご存知のじ 秋分の日っていうことは明日お酒にまたね、うんうん、夜が長くなるっていうことで、うん、<laughs> 酒飲む時間が伸びるね。いい日だね。酒が飲める酒が。皆さんこれ太鼓たたいてるの私じゃないよ。ロミちゃんだよ。酒が飲めるね。はい、せーの。酒が飲める。酒が飲める。める酒が飲めるぞ。<laughs> 明日は週分の日で酒が飲めるぞ。はい、酒が飲める飲めるぞ。はい、酒が飲めるぞ。はい。はい。<laughs> あのさ、はい、コマーシャル行きます。<laughs> <laughs> 適当に <laughs> レミコさんあ <laughs> ありがとう <laughs> 今日はたおい玉しのぎるとあんたによパンみかすから。<laughs> あの第3ラウンドですけれどもね今日ちょっとおかしいよね、ま、あの話のまとまりがついてないんですけれども「もうんな村アありんくりん」「なおみなびーが生放送でルミちゃんと一緒にお送りしてますよ最初からねちょっとねそれでね、まあ、組み踊りの話のついでなんですけれどもね今度の10月4日今度のっていうか、まあ、来月ね、はい、10月の4日5日この時にですね これはあのオーナー村でうんぬんかんぬんではないんですけれどもぜひなんかもうやっぱりあの沖縄の文化ね琉球の,あの芸能をねこう象継していくためにコマーシャルしたいなと思ったので私これをちょっとお話しさせていただきたいんですけれども、えー、あの国立劇場沖縄10周年記念特別公演ということでね、はい、あの琉球刺激の、うん、と代表作っていうことで首里城明け渡しっていうのがね <laughs> あるんですよ、うん、でこれはねあのー、山里英吉さんねこの方、うん、亡くなられてはいるんですけれども沖縄生まれのね、えー、と画家でありこの作家でありっていうことでね、うん、1989年に亡くなられた方なんですけれども、うん、この方が書き下ろした、あのー、物語なんですね。でこの原作をそのままにね、えー、今回初上演されますよっていうことで、えー と一般がね3600円っていうことでね、うん、まあ少々お高いかなっていう気もしないでもないんですけれどもでもあの、うん、国立劇場、沖縄でやるのでねでで出られる方々もね、うん、あの本当にすごい方々。うんうん もうこの方はあの人よ、この人よっていうふうに説明したいんですけれども、そのその辺をちょっと割愛させていただいて、うん、まあ演出がね、皆さんよくご存知の八木正まさんで、配役の方もね、やっぱり、あの芸大の OB の方々とか、うね何人かはね、うん、こちらでよく出られてる、今回のフレアイネットのね、へへへそちらの方に出てくださるクミュウイの配役の方々が、本当に頑張っていらっしゃるから、うん、ぜひ見てほしいなと思うんですよ。これま,だまた来週もねちょっと お話ししたいなと思ってます。うん、もうでね。この山里英吉さんなんですけれども、はい、私たちはほら普通に後田からという言葉聞くじゃないですか？はい、うん、この後田からという言葉どこから来たのかっていうのをね。あの偶然知りました。山里英吉さんについて、私こうネットで調べてましたら、うん、彼が書いた。この戯曲があるんですけれども、はい、その中でね。この戯曲もの幕く。 そこにいろいろ脳事故並べるさね、うん、その中で「ぬちどたから」っていうセリフが出てきて、うん、これがこういうふうにねやっぱり意味合いを持って今ね警察でもあの交通案で週刊ぬ、うん、ちどたから」どうってってねうん、うん、もうお父さんの笑顔,と笑顔をねみんなで待ってるよっていうような標語ができるぐらいの、うん、そういう方なんですけれどもね。と、うん、いうことで。 それとあとですね、これも来月10月1日からなんですけれども、うん、これはまたあの大学院大学のオイスト<ー>こちらの方からですね、また芸術に、ね、オイストがねポスターがすごいなんか芸術的そうなんですよすごいこれね無垢の造形ということで、うん、えっと大峰ジッテさんっていう方のあ,、はい、あの古典なんですけれども、うん、これ えと一週間ほど前のね、うんえー、タイムスの新聞に出てたんですけれども陶芸家の大峰さんオイストで個展っていうことで、うん、来月1日からね、うん、でこの白黒ではありますけれどもこっちの方にね映ってらっしゃる方があの <laughs> い,つも、ね、いつもね私たちの女ライオンズクラブの会員でもいらっしゃるね照屋さんが映、うん、っているんですけれどもそのお隣にはねあのガキ屋さんっていう方なんですけれどもね。うん、あの 大学院大学の地域連携セクションの担当でいらっしゃるのね、うん、でこのやっぱりオイストさんは「あのオイストさん」って「s a s u で言うのも変なんですけれども、うん、あのいつもこの科学とか芸術とか、うん、そういったことにすごくあの携わってて、うん、でそれをまた一般の方々にも広く広く広めたいということでね。うん、あの私たち本当オイストが あるおかげですごい芸術とかすごい方々に無料でお会いできる、うん、あるいはお話が聞けるっていうチャンスをいっぱいくれてますよねそうですねあのーうん、やっぱりその場所にも、うん、そのオブジェとかも素敵なのがね、うん、ありますよねい,い,いくつか、うんうん、で今回のねこの大峰実生さんの古典ね、うん、無垢の造形展っていう名前で 言ああってやられるんですけれども、うん、あの大学院大学内のメインキャンパスで開かれるんですね、はい、で「ムクシリーズ」と題した陶芸作品をはじめデッサンなどもね含めて約30点が展示されるんですよ。うん、で、まあ、大学院大学のねその地域連携、えー、セクションリーダーのテリアさんがね「うん、優れた芸術作品を堪能してほしい」ということでね、うん、来場を呼びかけているんですけれどもあのお問い合わせのね番号をまず申し上げましょう ねはい、098966の2184大学院大学のね、えー、セクションの電話番号でございます。966の2184、うん、大学院大学ね。本当に入ったことのない方がね。未だに多いんですけれども、まず一回足を踏み入れてその建物のね。何て言うの？うんうん、あの形の面白さ。 そこでねやっぱり喫茶店でコーヒーとかを飲んでもすごいいい時間が流れてね景色も最高だし最高だしねの本当女だけのちょっとねかかってるところにこの大学に大学ありますからそこから眺めるまたあの海の景色ねとっても贅沢たくな景色ですよねそうなんですよそこでね喫茶店誰でも入れますのでねぜひぜひ ゆっったたたたりしし時間を過ごてていいいだきたいなって思いますねうん、うん、それとですねるみちゃん今度のね週末なんですけれども27日と28日「女の駅で遊ぼう」<laughs> <laughs> ということなんですけれども、まあ、どういったことかっていうとお野菜の百均1ね。 そそれとミニ遊園地うなんですよゲームとかもいろいろ用意されてましてヨーヨー釣りゲームとか輪投げゲームとかチケットが100円なんですけれども商品もねこれでまたいっぱいゲットしてもらいたいと思います。遊園地もねふわふわエアージャンボ遊具とかあとバンジートランポリンもあるしね電動カーレース。 もう本当にただね、残念ながら今、ほらお天気、あのなんていうの、とってもうん調子が悪いので、週末はどうなんですかうなんでしょうね、この台風のね、16号の影響で、このお天気悪いんだけれども、これがあ完全に抜けていけばね、週末、いいお天気になるかなとは思うんですけれども、そういう風にしてね、雨天時は中止の場合ありますよということではありますけれども。 おじおばで <laughs> ににねねおとうかでバラビン茶ねみんな揃って遊びに来てもらいたいそうですね、うん、あ女の焼きっても食べるところもたくさんあるしねいっぱいある本当いろんなのも出てるのでそうそうそう楽しいですよねおっかが喜ぶのがお野菜の百均一なんですよ。うん うん、で、玉ねぎ、にんじん、じゃがいも、ピーマン、オクラからし菜、白く豆、モー <laughs> いいパパイヤ、とうがん、えのき、しめじ、シークワーサー、その他、いろ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 、100円、やいびーってことでね、<laughs> 旬の美味しさ満載なんですけれども、もう夏もね、そろそろ終わりかなということで、うん、夏を楽しむ最後のチャンスでございますー。よっしゃー <laughs> <laughs> 女の駅っていうのは変わった、ねうん、お野菜とかも出てますよね。うん、あるね、本当、名前ね、わ、うん、からない、そそうそう見たこともない,、ね、見たことない、私たち子供のときには、うん、もうゴーヤーとか、ナベラとか、渋い、こんな感じで、夏は野菜少なかったですよね。えー、だけども本当今女の駅に行くと やっぱり色々いろいろ品種改良されてて農家の方々のね、うん、努力もこれでわかるね。うんうん、でやっぱりあの無農薬を基本に手がけてらっしゃる方々が多いので、えー、安心して食べれるし、うん、であのシークワーサーコーナーもねありますよっていうことでね、うん、いろんなシークワーサーのねえっ、ー、セトラ、うん、これもまた。 楽しめるかな思最近はねんかあの洋食レストランの方もよく買いにいらっしゃるみたいでサラダにね適した野菜とかもいっぱい出てますよね。カサラティーダのねルちゃんもおっしゃってたけれども道の女の駅で野菜を仕入れてねやってますよっていうふうにおっしゃってたので本当地自地で美味しいですよ。 シークワーサーのさ意味ってわかる？また私若い風うなはしますけれども、シークワーサーどこから来てるかわからんでしょ。わからない。シーっていうのは静かに。ナイス。あっしゃ。シーはね、えっと三民の三酢ね。でクワーサーっていうのは食べるっていう意味なんだって。 だからこう、酸を食べる。それでシーコアサなるほどって思いますでしょ。思う？んうんうんうん。誰が考えたんですかね。これだから。誰誰って。アッシャビヨ。ナオミが考えたあ、そうなの。じゃ、適当だね。 ねそのね酸を食べて疲れた体も元気になるさねやっぱりこのシークワーサーにさこのあ違う違う氷砂糖とシークワーサー同量をこう保存瓶に入れるとシークワーサーシロップができてでこれが原型エキスでこれにまた炭酸入れて飲むとよし元気もりもりっていうことなんですよ。 ね、であのー、もうそろそろゴーヤーもねうん、うん、終わりの時期になってますけれどもそうですね、うん、もう夏野菜がそろそろね終わりだね、うん、夏野菜終わりというとさ本当に寂しいような気もしますけれどもねでもこの今度はね「はい、南音楽が今年もやりますよ婚活交流会 in ムーンビーチ」っていうことでねこの前は幼児までやってたんだけれども、うんうん、あのー、今回はですねムーンビーチで、あのー、やります。 ちょっと豪華になりましたよ二回目っていうことで,で私たちどうしよう <laughs> だからねこれよ年齢制限がないから大丈夫みたいよ独身よ私たちは私もそうですね、うん。沖縄県女村 <laughs> デパートもスーパーマーケットもない村ですが自然がいっぱい女村の中の南女には環境省の、えー、重要湿地に選定された館バルがあり、うん、南女の宝である 陽島を中心とした島々が佇んでいます。今年も南女楽主催による婚活交流会を行います。昨年とは趣向を変えてムーンビーチでの開催となります。南女の。<laughs> 南女の男性との出会いを探しに来ませんかってことなんですが。えー、南女楽婚活交流会実行委員会。電話番号申し上げますよ。九六六の八一一七。 のでございます、うん、あのね去年どんなでしたって私聞いたんですけれども、ええ、結構あの応募して集まったらしいんですけれども、うん、飲めや歌えやしてねとても楽しかったらしいよ、うん、だけれどもなんかまだ <laughs> ど,どうですか結ばれたカップルはまだ聞かないですね、えー、継続してるかもしれないしで去年ダメだったからまた今年もってまた頑張るニーニーもいるかもしれないし、うん、また応募するネーネーもいるかもしれないしルミさんも行ったらいいさ。<laughs> <laughs> <laughs> なんだろうこの投げやりの言い方ルム <laughs> ちゃんも行けば <laughs> そうだね <laughs> そうだね,ねサンセット夕日が綺麗ですこの写真だけどさ、うん、これってよやっぱり嫁さんを迎えてからに子供を産んでもらって、うんうん、で女孫を賑やかにしようっていうあの、うん、意味合いも含まれてるはずよ、うん、真面目に考えましょうじゃあ私たち参加できない <laughs> 茶化しに行くのけではダメでございますよ。はい、申し訳ございませんでした。ね、あの、お手伝いとかね、そういったことでは参加できますけれどもね。本当に若いあなたとあなたのね、はい、ね出会いを待ってますのでね。本当南女区の婚活交流会 in モンビーチ。イエイ。<laughs> リミコさん、はい。うん、第二ラウンド、第三ラウンドと、うん、笑や笑やしながらね、情報提供してきましたけれども。何話していたか分かんなくなっちゃいやいや、第四ラウンドでございます。うんはい、しっかり締め落しね。はい。残りあと九分七秒でございますけれども、はい、あのオーナーソンの。 博物館、はい、さっきはほら道の駅の駅話したよね、はい、その隣に博物館ございますね、うん、その博物館の隣に女村のね文化情報センターっていうのがね、うんえー、完成しましたけれどもねそれにちなんでですね、えー、キャラクターこれのネーミングを募集してるんですよ。<ー>うん、で女村文化情報センターのマスコットキャラクターの名前を募集しますっていうことでね、えー、この キャラクター見えなければねちょっとどんなふうな名前を付けていいのかちょっとイメージわかないんでしょうけれども皆さん想像してよあの万座毛は象の花をこうビューって伸ばしたようなそんな感じですよね。<ー>でねあれは象の花って言ったりもしますけれどもそういうふうに象,<あ>象のね象んこ,れこれが、うん、キャラクター。 なんですよで万座衛が万人座れるという意味を持つことから、うん、文化情報センターも多くの人がつながる場所になることを願うという意味を込めてねやっぱりこういう象さ、うん見えるかなほんと皆さんねあのー PC 見れない方は、さんかわいい象さんをねイメージしてください。お目目ばっちりのかわいい象さん。うん、それでね、そのキャラクターの名前を募集してるっていうことなんですけれども、えー、締め切りが11月30日までなんですね。うん、で、どなたでも応募できます。で、決定後、本人に通知いたしますよ。で、採用された方はね、オープニングセレモニー、これ、まだあのね完成祝いとかね、うんあの、落成祝い、まだなので、その時のセレモニーってね、 表彰いたしますで応募方法としてはキャラクター名応募者の名前住所電話番号をご記入の上文化情報センターに直接持参していただくかえっ、ー、とねメールでも大丈夫ですしあるいはまた郵送でもお送りくださいということなんですがま,まずは詳しいあのことをねお聞きになりたい方はまず電話をかけてみてくださいね。 九六六の一二五九です。あの今ね住所とか例えばあのファックス番号あファックス番号じゃないえっとメールアドレス言っても書きにくいはずですから、うん、まずは詳しいところ電話でねお問い合わせいただきたいと思います。キャラクターのネーミングが募集しているっていうお知らせですよ。締め切りが十一月三十日でございます。とっても可愛いですね。可愛、ね、い本当可愛らしい。うん,うんやっぱりこのゾウさん子供だよね。うん そんな感じがするねそ,そうですね、うん、なんかお茶目な感じがするそうじゃあ私たちとりあえず名前つけるとなったらなんてしようかな、うん、<laughs> ゾウプーちゃん<あー> <laughs> そっくりそのまんまやんけって感じだね、うん、なんか広がらないね <laughs> 広がるどうもすみません <laughs> それとですね、あと、はい、はこれは、まあ、イベントとしてはね長い期間を設けてますので、えー、いつでも都合をつけていってくださいよ、うん、今日は2回目の告知になりますリゾートで女子会ということでこれねマンズビーチーマンズホテルなんですけれども日頃ね家事や育児、うん、そういったことでね疲れているあの女性の方々母ちゃん、うん、ねそういう方々が。 まあ、気の合う仲間とたまにはエスケープっていうことでね、うん、もうイベント始まってますけれども飲み放題とか、うん、その無料送迎とかっていうことでね あのイベントが組まれているんですよでカラオケプランもありーの、うん、レストランプランもありーの、うん、個室プランもありーのでこのプランによってあのお値段は変わってくるんですけれども、まあ、お一人ね、えー、3,500円から、まあ、上の方になると8,500円までかな、うん、なのでご自分たちの人数と予算に合わせて選べますのでねぜひぜひそれでやっぱりお酒を飲まれるので、えー、と10名以上。 っていうあごめんなさい失礼しました30名様以上ねご利用で送迎バスも無料でね出しますよっていうことなんですよなかなかねこの安さでは、うん、泊まることもできないしねいいチャンスですよねいいチャンス、うん、ほんとだからあのハンドルキーパーね、ええ、準備しなくてもいいしハンドルキーパーの方々かわいそうだよねいつもね、うん、指くわえてミーハンちゃんね<ー>してるからねもう私大嫌いハンドルキーパー <laughs> 絶対 <laughs> か<ら>絶対にしません、うん これは無料送迎ね。付、うん、いてますのでね、えー、ご要約お問い合わせのね。番号申し上げますね。966の2212ですよ。966の2212ね。ホテルの方でゆったりと豪華にもう本当にあのー、贅沢な気分をね。うん、味わっていただきたいと思います。はい、またね。なんか近いうちに忘年会プランも出るそうですよ。うん ルミちゃん、話の流れがまた読んでたかな、<laughs> 忘年会って今出ましたね、はい、これから忘年会のね、また告知をしたいと思いますよ、はい、せーの、ポンていうことでね、うん、えっと沖縄県在住のお客様限定で、安いプランをですね、えー、リザンが出してくれてるんですよ。 うちのアンチュプランだか、うん、らもう本当お一人様三千3500円から5000円までのこのスリータイプ、ええ、出てますけれども11月1日から12月31日までね、うん、笑顔になれるひとときを心尽くしのおもてなしをリザンからっていうことでね、うん、ありますね、うん、サンクスプランっていうのが、えー、と和洋中の円卓料理 15, <あ>あ15名様からなんですけれども、うん、お一人様三千3500円からねあ三千五百円、うん、であとデラックスプランが4000円 千円ね、でプレミアムプラン売れぬうやがっていうことで、えー、和洋地の円卓料理それとねビフェもありますね、うんうん、ただねドリンクは含まれておりませんのでまたそれはいろいろとお,お問い合わせしながら予算に合わせてセッティングしてねや,のやっていただきたいと思いますねプラス飲み放題もつけることた多分できるんでしょうねで,できると思います、うんうん、電話番号をね申し上げますよ964-6611964-6611 66 11でございますでこれ今申し上げたのがその忘年会のパーティープランなんですけれども、うん、まああの通常ねレストランの方ではいろんなプランがもう本当に毎日目白押しでね、うん、ファミリープランから和食満喫プランまでいろいろ本当にあります。ななのでネネッットトをを見見れる方はねネットを見ながら 注文予約をしていただきたいと思いますしもう一度電話番号申し上げましょうねリザンシーパークホテルタンチョベイの6 4 6 6 1 1でございますよこの機会ですねそうですぜひ楽しんでいただきたいと思いますマーサムンヌィ、マーサムンり。まあ,かり <laughs> あ幸せもう私たちってさ <laughs> 飲んで食べてる時が一番幸せだよね本当痩せられない、ね、痩せられないね本当に天高く<もう> <laughs> ルミココユルアキ ポンよっしゃー <laughs> っていうことで、今週の女さんでございますけれども、あ明日はね、秋分の日でまあ全国的にお休みでございますけれども、木曜日の25日がですね、第41回、中上地区中学校陸上競技大会がですね、ンバルと中泊でね、B ブロック行われます。で、住民検診もありますね、これは保健福祉センターですのでね、もう年末近くなってます、まだ住民検診1回も行ってないっていう方はね、 保健福祉センターへ行ってください8時半から受け付けてますよ、うん、平米と行ってみましょうで金曜日は、えー、と A ブロックね、えー、中上地区の中学校陸上競技大会が阿ソと女と山田で行われますそれと28日の日曜日が今度は女さんの総年ソフトボール大会赤間ボールパークでね行われますけれどももう総年って言ったらよ <laughs> もう大変 <laughs> 本当に体鍛えていて <laughs> もう私たちよりも元気元気やいびんよ。うん、うん。あいルミちゃん見て雨降ってる。本当ですね。<風>急にね急に降ってきましたね。ししたね Fm 読みたいのこのスタジオのガラスをパン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 と打ってますけれども、うん、あ本当に台風16号でさ。 のその影響ですか沖縄は幸いにも、ね、被害はなかったんですけれども、そのからフィリピンとかね、また本土の方に上がっていったらどうなるのかなって、<ー>もこれがもう本当、心痛くてね、ということで、もう大きなあの被害が出ないように祈っております最近、水の災害がね、多,ね多くなったので、心配ですよね本当よね。 さて、ルミちゃん。はい。今日もね、いろいろと、ユンタク、ヒンタクしながら、いろんな情報をね、提供してまいりましたけれども、あと26秒でね、この番組、今日も無事にね、終わることになりました。終わったんですね、ほんとに。久しぶりにね、来てくれて、ルミちゃん、ちゃんとね、ユンタク出てきてね、なおみのビは幸せでございまーす。本当にまたね、来てちょうだいね。はい。またよろしくお願いします。はい。んにフェデビル。皆さん、また、やーたーい。 <laughs> <laughs> ありがとうございました <laughs>